国会も大延長になりましたので、この IT 戦略特命委員会もですね、粛々とこれからそのやらなきゃいけないテーマが随分増えましたので、皆さんのご協力を得て進めていきたいというふうに思います。今までこの委員会でですね、デジタル日本というのは2011年からずっと続けています。野党に転落して民間のヒアリングをベースに、提言をまとめるという形であり、当時からサイバーセキュリティの必要性、法制化の必要性等々もずっと何度も提言をしてきました。で、政権を奪還してからですね、サイバーセキュリティ基本法を議員立法で成立させることができたということは、この委員会の一つの成果だったと思います。で、それから後の話なんですが、このデジタル日本の2014というものを作った、これはオリンピック、我々随分他のところよりも先行していろんな議論をしてたんですが、それはだいぶもう実現という形になりました。そこで今度はですね、それをまた再整理しながら、同時にその IoT、IoE、インダストリー 4.0、 要するに物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながるというような状況の中で、サイバーセキュリティとか次の社会像みたいなものを視野に、また進めていかなきゃいかんということで、いろんなヒアリングを進めさせていただきました。そしてセキュリティの分野も単にサイバー空間のセキュリティでというだけではもう済まないと、要するにサイバーフィジカルシステムみたいなことを言い出しますと、サイバー空間とその物理空間が融合するということになると、我々のやってるセキュリティっていうのはもうまさにパブリックセキュリティ、パブリックセーフティそのものだなということになっております。そういうことで、今回もそういう言葉を散りばめながら、2014のデジタル日本をフォローする形で今回の提言をまとめさせていただきました。同時進行で政府の方も新しい戦略を作っておりまして、内々その標則を合わせながら進めておりますので、こちらはピッチャーでキャッチャー抜けてもらった上で、今回新しい提言を進めた上で思い切った予算措置をしながら進めていくように頑張っていきたいと思いますので、先生方のご協力をお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。